魅力の塊。今回は第2回目の勇者シリーズ人気ランキングをあらゆるデータを参考に発表します。第1回目はサンライズ公式 YouTube チャンネルでアップされている勇者シリーズの再生数やコメント数、実際に行われたアンケートの結果に基づき人気ランキングの発表を行いました。またその動画では全項目において最下位という結果だった黄金勇者ゴルドランにフォーカスし、個人的に思うゴルドランの魅力や独自性の解説も行っており、概要欄にリンクを載せてありますのでぜひチェックしてみてください。ということで今回の第2回目の人気ランキングは前回同様に再生数や高評価などを中心にランキングを発表していきたいと思いますが、今回はよりコアな分野で集計しました。さらに新たな項目として勇者シリーズ各作品を対象に実施した魅力度調査に基づき個人的に定めた得点を参考にランク付けもしていきます。特に今回のランキングに大きな影響を及ぼしたある出来事などについても動画内で触れるので、ぜひ最後まで視聴していただけると嬉しいです。また本動画終了後に約2ヶ月程度通常動画を休止していた理由と勇者シリーズに対する熱い思いについての内容も収録しておりますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。それでは本題に入ります。サブスク。まず一つ目の項目は勇者シリーズ全作品を視聴することができるバンダイチャンネルの視聴回数で人気ランキングを発表します。バンダイチャンネルは月額1100円のサブスクで、冒頭でも話したように第1作品の勇者エクスカイザーから第8作品の勇者王ガオガイガー、そして OVA の勇者司令ダグオン水晶の瞳の少年や勇者王ガオガイガーファイナルなどを視聴することが可能です。今回なぜバンダイチャンネルを対象としたかですが、実際に僕自身も登録しているということもそうですが、月額1100円って聞くと少し高いなと思ってしまう方が多いのではないかと思っていて、そんな中で料金を払ってでも勇者シリーズを見たいという方々が多く存在していることも事実であり、後ほど詳しく話しますが、サンライズ公式 YouTube チャンネルとはまた違ったランキングの結果になるのではないかと思い実施することにしました。それでは早速視聴回数ランキングを発表していきたいと思いますが、今回も第7位から第2位、第1位、最下位の順で発表していきます。バンダイチャンネル視聴回数ランキング。第7位太陽の勇者ファイバード、視聴回数32万2504回。第6位黄金勇者ゴルドラン、視聴回数34万2149回。第5位伝説の勇者ダガーン、視聴回数34万5407回。第4位勇者司令ダグオン、視聴回数43万4128回。第3位勇者特急マイトガイン、視聴回数53万9629回。第2位勇者警察ジェイデッカー、視聴回数59万4737回。第1位勇者王ガオガイガー、視聴回数100万1320回。まさかの最下位勇者エクスカイザー、視聴回数27万5711回。ということでバンダイチャンネルの視聴回数ランキングはこのような結果となりました。せっかくなのでお気に入り登録数も記載しました。いつも通りのガオガイガーの圧倒的人気、上位のジェイデッカー、マイトガイン、ダグオンまでは順当といった感じですが、まさかのゴルドランが6位で、お気に入り登録数ではダガーンよりも上ということで集計していてテンションがぶち上がりました。そして多くの方が気になっているであろう第一作品勇者エクスカイザーが圧倒的に最下位という結果についてですが、この順位となってしまった大きな要因はある出来事が影響しているのではないかと個人的に気になっていることがあり紹介します。2020年の2月に勇者エクスカイザーは30周年を迎え話題となりました。これに伴いサンライズ公式 YouTube チャンネルでは期間限定で勇者エクスカイザー全48話の無料配信をすることとなり、あえてバンダイチャンネルに登録して視聴しなくても YouTube で無料で見れる時期がありました。しかもエクスカイザーが30周年ということは勇者シリーズ自体が30周年ということで話題となり、改めて勇者シリーズを再視聴した方も少なくはないと思います。これによりエクスカイザーを YouTube で全話視聴し、自作のファイバードの5話以降も見たいからバンダイチャンネルに登録して視聴した方もいるかと思います。実際に僕自身はバンダイチャンネルに登録していながらもエクスカイザーは YouTube で視聴していました。他にも要因はあると思いますが、
これがバンダイチャンネルの視聴回数ランキングにおいて最下位となってしまった大きな要因なのではないかと思っています。せっかくなので前回集計したサンライズ公式 YouTube チャンネルのランキングとの比較を見ていくと、ゴルドランがバンダイチャンネルで6位となったことが大きな違いで、改めて上位作品の安定した人気を再認識しました。今回はバンダイチャンネルを対象にランク付けを行いましたが、僕的にバンダイチャンネルは神サブスクだと思っていて、僕は4歳の時にダグオンをリアルタイムで視聴して勇者シリーズにハマった人間で、田舎ということもあってか当時どこの店に行っても勇者シリーズのビデオの販売やレンタルはやっていなくて、見たくても見れない日々が続いていて、そんな中で大人になってからバンダイチャンネルに登録して、あの頃もう一回見たかったダグオンやガオガイガはもちろん、新たに知った作品を好きな時に好きなだけ見れるってめちゃくちゃ幸せなことだなと改めて思いまして、同じような思いをしている方もいるのではないかと思い、少し割高かもしれませんが勇者シリーズを見たいという方にバンダイチャンネルはおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。それでは次の項目に移ります。フォーグレーダーの影響。続いては勇者シリーズ最新作グレイブユニバースフォーグレーダーの連載に関連した観点で話していきます。多くの方が待ち望んでいた勇者シリーズ最新作が勇者王ガオガイガ25周年展で発表されて話題となりました。これにより再び勇者シリーズに注目が集まったのは間違いありませんが、何か数値化して見れるものはないかと考えました。そこで思いついたのが、以前集計したサンライズ公式 YouTube チャンネルの勇者シリーズ視聴回数ランキングで、以前はソーグレーダーの発表前に集計した結果であり、ソーグレーダー発表後でどれだけ視聴回数が変化したのかを調査してみました。こちらをご覧ください。視聴回数の増加に関しては多い少ないの判断は難しいので深くは触れませんが、毎回同様にガオガイガ8万回アップ、ゴルドラン 1.4 万回アップと1位と最下位は安定で、全体的に2万から3万回視聴回数がアップという結果でした。もっと細かく見るために、増えた視聴回数順に並び替えると、ファイバード、ダガーン、エクスカイザーという初期の3作品が全て3万回以上視聴回数が増えており、いつもの傾向的にマイトガインやジェイデッカーの方が増えそうな気がしていたため予想外でした。これは逆に今までフォーカスされていなかった作品が注目されていると捉えることができるので、ある意味勇者シリーズの可能性が広がるのではないかと思いました。今回の動画は人気ランキングということにフォーカスしたものなので、少し場違いな発言になってしまいますが、勇者シリーズは全作品魅力の塊と言えるくらい素晴らしいです。なのでこれからソーグレーダーの話が進むにつれて歴代の勇者たちが登場してくると思われますが、これをきっかけに新たな勇者シリーズのスパロボ参戦や商品化などが進めば最高ですね。魅力度。最後は勇者シリーズの魅力度ランキングを発表します。最近本チャンネルでは YouTube コミュニティを活用したアンケートを実施していますが、そんな中で多くいただくコメントが、どっちも好きだから選べないという内容。そこで気になったのが、一人一票で一つの作品に投票するという縛りをなくして人気投票をしたらどうなるのかということで、今回は各作品の魅力を教えてくださいというテーマで皆さんの考えやご意見を募集しました。するとありがたいことに、こちらも大盛り上がりで、たくさんのコメントや高評価をいただけました。そこでせっかくなので、いただいたコメント数と高評価の合計値でランキング化してみようと思い、今から結果を発表します。本ランキングには勇者シリーズ第9作品目と言われているゲームオリジナル勇者、勇者聖戦バーンガンを含めた9作品を対象とします。またランキング発表後、各作品でいただいたコメントの一部を紹介させていただきます。魅力度ランキング。第8位、勇者警察ジェイデッカー。高評価数86件、コメント数25件、合計得点111点。第7位、黄金勇者ゴルドラン。高評価数78件、コメント数35件、合計得点113点。第6位、太陽の勇者ファイバード。高評価数93件、コメント数26件、合計得点119点。第5位、勇者王ガオガイガー。高評価数84件、コメント数47件、合計得点131点。第4位、勇者特急マイトガイン。高評価数108件、コメント数34件、合計得点142点。第3位、勇者司令ダグオン。高評価数101件、コメント数43件、合計得点144点。第2位、勇者聖戦バーンガーン。高評価数110件、コメント数36件、合計得点146点。第1位、勇者エクスカイザー。
高評価数108件、コメント数43件、合計得点151点。最下位、伝説の勇者ダガーン、高評価数74件、コメント数29件、合計得点103点。このような結果となりました。あくまで本チャンネルの視聴者さんのみの評価をもとに集計したデータのため、もっと大規模で行うと結果は変わってくると思いますが、一般的なランキングとは全く順位が異なる結果となりました。毎回圧倒的1位安定だったガオガイガーが5位、そして先ほどのバンダイチャンネル視聴回数ランキングで最下位だったエクスカイザーが1位となっており、さすがだと思うのはやはり勇者聖戦バーンガーンで、ゲームオリジナルでありながらも2位にランクインしているあたりが素晴らしいですね。順位をつけておいてこんなことを言うのも変ですが、ここで重要なのは各作品の順位ではなく1位と9位の合計得点を比較してもほとんど差がないということです。いつもだったらガオガイガーはゴルドランの8倍票を集めているなど結構差が開いてしまうところが、今回の結果では N 数が少ないということも一つの要因かもしれませんが、ほとんど差がありません。これにより全作品から一つだけ投票できるという条件をなくしてしまえば、全作品に票が均等に行き渡るという結果となっており、結局のところ勇者シリーズは全作品魅力的という誰もが当然のように思っている結果となります。かなり雑ではありますが、僕が魅力度調査を行った理由はここにありました。もちろん一人一票というのが原理原則だと思いますが、それだけで勇者シリーズの人気ランキングを再現するのは難しいと思い、かなり特殊なやり方ではありましたが、このような方式で集計させていただきました。それでは最後に各作品でいただいたコメントを紹介します。勇者エクスカイザー。エクスカイザーたちがだんだん人間たちについて学んでいくところが魅力的。見たことのある乗り物が変形合体することでかっこいいロボットになることを教えてくれた最高の作品。幼児や小学校低学年向けのロボット作品として、子供たちに向けたメッセージを込めて真剣に作り上げた作品。以降のシリーズ作品とは違い、敵も残酷性は少なく、悪者を懲らしめる表現を重視した作風となっているところが魅力的。勇者シリーズの始まりにして最高傑作。少年のコータと勇者ロボのエクスカイザーとの関係がシリーズ8作品の中で唯一対等な関係だったところが良かった。太陽の勇者ファイバード。基地から発信する時のバンク映像は勇者シリーズ歴代屈指。カトリ兄ちゃんの日常時と戦闘時のギャップがとても魅力的。エクスカイザーは仲間たちの掘り下げがうまくできなかったが、ファイバードに人の姿で行動できる能力を持たせることで宇宙警備隊の掘り下げが作りやすくなったところがこの勇者の魅力。主役ロボに人間形態を持たせることでより身近な存在とする。特撮を思わせる発信プロセス。主人公の少年に専用ロボを持たせる。サブ合体ロボにも強化形態を与える。全作品の路線を受け継ぎつつも新たな要素を描いたことでうまく差別化したところが魅力的。伝説の勇者ダガーン。勇者たち一人一人の個性が豊か。セイバーズの礼儀正しいところ、ランダーズの荒っぽいところ、ガオンのインディアンっぽさなどが皆それぞれいい味を出してて好きだった。高杉家の家族愛というものを丁寧に描いてくれたのは非常に素晴らしい。オープニングが好きすぎる。聖司が様々な出会いと経験を重ね成長していくところが好き。ポケモンのサトシがいなくなって寂しく感じてるそこのあなた、ダガーンを見ろ。この言葉めちゃくちゃ僕刺さりました。勇者特急マイトガイン。名乗りや合体挿入歌が熱い。マイトガインは本当に面白くて、合体後の決め台詞がかっこいいし、必殺技も派手ですごくいい。これまでの作品と違って純粋に地球の、それも旋風寺コンツェルンの財と技術だけで結成された勇者特急隊の設定が魅力的だった。勇者特急隊のかっこよさ、合体バンクや名乗り、主人公がこれまでと違い完全無欠、さらにそんな主役とともに重役として話を回してくれるライバルとヒロインが魅力的。勇者警察ジェイデッカー。前作のマイトガインに比べるとロボットの性格に個性が強い。毎回勇者一人一人にスポットが当てられたドラマ。心を持つがゆえのロボットたちの葛藤と成長が魅力的。勇者シリーズが本気で作った心とは何かというところがこのアニメの魅力。第1話から泣かせてくれるデッカードとユーダの友情。黄金勇者ゴルドラン。しっかりかっこよくもありつつギャグ方面にも力を入れた明るい作風が何より魅力。誰もが味方に変わった唯一の作品。主人公の拓也、和樹、大の3人がいい意味でいい子じゃない悪ガキをしているのがいい。基本的に楽しいギャグの話ばかりですが、要所要所でシリアスな話もあり、ギャグだけではないところも好き。勇者司令ダグオン。
変身して戦うという以前の勇者たちと違う点と、ダグオンになることがなければみんな接点はなく、メンバーが絆を深めていくところが魅力的。学生らしい将来への目標や悩み、友情や恋愛が当時の勇者シリーズを見てた時に一番鳥肌が立ったのを覚えている。主人公たちがロボに乗り込むのではなく、ロボに融合して直接戦うところが魅力的。ロボットアニメでありながら学園ドラマも並行させている点が良い。マイトガインはヒーローが高校生もしているスタイルなのに対し、ダグオンは高校生がヒーローもしているとしたことで、より身近な存在となったところが魅力的。勇者王ガオガイガー、毎回最終話レベルの迫力、リアルロボット系の緊張感とスーパーロボット系の情熱的要素を融合させたのが面白い。ノリで押し切るように見えてシビアな世界観が素敵。どの話もしっかりつながりがあり、いらない回がないところが好き。勇者シリーズの集大成。勇者聖戦バーンガーン、テレビ放映してほしいレベルの作品だったが、合体シーンと主題歌だけでも胸熱だった。シリーズの枠を超えた共演が魅力的。勇者シリーズが勢ぞろいで、バーンガーンを主軸として他の勇者シリーズをうまく絡めたシナリオのうまさが魅力的。歴代勇者シリーズにはない斬新的な彩りが良い。ということで、今回は第2回目の勇者シリーズ人気ランキングをあらゆるデータを参考に発表させていただきました。今後も勇者シリーズのランキングにまつわる内容は取り上げていきたいと思いますが、本動画内でも話したように全作品が魅力の塊です。これから新作のブレイブユニバースソーグレーダーの連載で、勇者シリーズはさらに注目が集まっていくと思いますが、本チャンネルでも勇者シリーズの魅力をどんどん発信していけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。番外編虚無の2ヶ月間、最後までご視聴いただきありがとうございました。ここからは約2ヶ月間通常動画の更新を行わなかった理由を話していきます。理由の一つとして、ブレイブユニバースソーグレーダーの連載が始まり、本チャンネルでは新作勇者シリーズの解説動画をやっていこうと思いましたが、まだ僕自身の勇者シリーズに関する知識が浅く、解説動画をやったところでクオリティの低い動画になってしまうのではないかという懸念がありました。もちろんリアルタイムで視聴していたダグオンやガオガイガー、そして本チャンネルで多く取り上げてきたゴルドランに関してはある程度の知識はあると思っていますが、他の作品はどうなのかと言われると自信を持てませんでした。そこでこの虚無の2ヶ月間ではエクスカイザーとハイバードの再視聴を行い、さらに過去に購入したものや新規購入した書籍を読んで、勇者シリーズに関する知識を少しでも深めていこうと思い行動していました。これでどれだけ知識がついたか分かりませんが、結局のところ本チャンネルにおいては一般論はもちろんですが、僕自身が良いと思った点を中心に取り上げていこうという結論に至りました。どっちにしてもある程度の知識量は必要だと思っており、これからも各作品の再視聴をどんどんやっていこうと思っています。少し堅苦しい表現の仕方をしてしまいましたが、結局のところ大好きな勇者シリーズを見て楽しく過ごしていましたということです。これからは週1ペースでクオリティが担保できる通常動画をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もちろんショート動画もやっていきます。こんな内容が見たいなどあれば、ぜひコメントよろしくお願いします。長くなりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。